いやーもうね、あ、こんにちは。いやーもう、ルーンファクトリー3発売までもうあと2日。あ、違えば。動画出んのは明日だからあと1日か。うわ、羨ましい。ねえ、みんながさ、この動画見とる頃にはさ、もう明日発売って思っとるやろ？もう最強じゃん。ずるじゃん。ねえ。いや、俺マジで今日、すっごい楽しみでさ、もうどんな動画あげようかなとか、ストーリーどんなんだったかなとか、すっげえ楽しみにしとったよ。でもね、俺木曜日普通に仕事やからさ、いやー木曜の夜中12時からできる人めちゃくちゃ羨ましいよな。まあでもね、俺はね今回ね、どうせ俺またあの1年間2年間3年間ぐらい動画出すわけだから、まあ、そんなに焦る必要もないかなとか思いながらね、ゆったりやってますけれどもね。いやーいいよな本当ルーンファク3って。あとちなみに俺今話題も特になく今急にあの撮影始めたんで、なんでかっていうと風呂入って今8時過ぎなんだけど、あ、やべえ、ちょっと待って、化粧水塗るね。さすがに顔、あれ僕さっき塗ったわ。あ、やばいな俺。俺さっき化粧水塗ったんだったわ。なんかね最近ね、まあ、なんかね今日かな、なんかポケモンで新しいポケモンがね、なんか古来ポケモンが出たみたいで、でもさ正直俺ねすごい思うのがさ、最近のゲームってモンハンとかもそうだけどさ、こうダウンロードして新しいものが出るパターン多いじゃん。でもさ、なんかダウンロードすコンテンツみたいなのがさ出る頃にはさ、もうすでにそのゲームやってないんじゃない説があって、まあ、俺とか特にそうなんだけど、あの一回やったゲームってだいたい1ヶ月ぐらいバーって遊んでからさ、もうそっからは基本的にもうなんつうんだろう、同じゲームはやらんのよね。え、多分みんな結構そのタイプの人多いと思うんだけどさ、どう？みんなどう思う？同じゲームずっとやる人ってさ、本当にそのポケモン対戦とかだったら YouTuber の人だけじゃない？まあ、そうポケモンバトルしたりしとる人。なんか、今更そんなポケモン出られても、もう正直ちょっと届いてないみたいな。そう考えるとルンファクみたいにさ、ダウンロードコンテンツみたいなのないのが、最初から最後まで、チョコたっぷりで、いいんじゃねえかなっていう気持ちもある。いや、ただ、ルーンファク早くマルチできるようになってほしくない？あのね、ルーンファクトリーがマルチでできたら、マジで楽しいと思うんだよね。まあ、どういうマルチにするのかっていうのは問題だけど、その、例えばこういう今俺がやってるこのコンテンツ、バトルするコンテンツとかが、マルチでできるようになったらさ、すごい楽しいよね。まあ、何が楽しいかって、ただマルチでできることが楽しいだけなんだけど、なんか、そろそろルーンファクもさ、マルチ機能欲しい。まあ、ルーンファク6が、ね、発売する頃にはワンチャンで2ちゃんぐらい、ある可能性もあるんだけど、みんなどう思う？てかさ、逆にちょっとみんなに聞きたいわ。ルーンファクでマルチプレイできるようになったら、何がしたい？何できるようになりたい？農場とかをさ、マルチでできたらもう完全になんかもうスターデューバレーじゃん。でもそうなるんかね。おいみんな、あのもう今日あの一日終わる時間だからベッド集まってっつって、マイクラみたいにみんなでベッド入って起きたら、じゃあ俺今日あのレベル上げしてくるわ、じゃあ俺は今日あの畑やってからあの鶏捕まえに行くねっつって、オッケーっつってやってくんかな。オッケーグーグル、電気消して、ピピン、すいません、よくわかりませんっていう感じでできたら結構熱いよね。まあ、でもそれだったらもう別ゲーになるというか、ルーンファク感というか、まあ、そもそも、牧場物語シリーズでさ、今までマルチできたゲームってある？俺、牧場物語シリーズあんまり好きじゃないんだよね、実は。ルーンファクは好きだけど。こう、牧場物語ってさ、なんつうんだろう、同じ作業、単純作業を一生することになるわけやん。なんかその、鉱山に行ってさ、なんか、石取ってきたりとか。それがあんまり好きじゃなくてね、なんかルーンファクトリーみたいにこういうバトル要素がないと、あんまり、そういうところに手が出せんっていうね、タイプの人間なんで。だから俺はね、結構ルーンファクトリー好きだから、牧場物語も、ね、よくやるんですかとかって結構聞かれるんだけど、まあ、そんなことないんだよね。うん。俺が好きなのはあくまでもルーンファクトリーのこの、バトル要素とかが結構好きなだけであって、まあ牧場が好きかと言われればって感じなんだよね。
で、まあ、あれね、鶏育てたり、牛育てたりするの、俺、ペット系のゲーム好きなんよ。仲間にピクミンとかさ、その自分だけの力じゃなくて、ペットと仲一緒に強くなっていく系のゲームは、すごい好きなの、昔から。だからね、まあ、そういう点ではルンファクはね、ペットいっぱいゲットできるから、まあ、楽しいよねーっていう感じだよね。だから、まあみんなはね、マルチプレイでね、できたら嬉しいこと、やりたいことをね、ちょっとコメントしてくれたら、もう明日のルンファク3発売までにね、ちょっとワクワクしながら、僕はみんながこの動画を見とるときってね、俺仕事中なんよ。10時ぐらいに朝上がるからこれって。まあね、俺仕事してるんで、頑張れっつって。ね、みんなも休憩中トイレ行ってサボって YouTube 開いたら、またこいつ動画上げてますわって、その時俺仕事してますわ。みんなも頑張ろう。